私たちがプロデュースした海の家はとても立派な仕上がりになりました。今日はライブ前にお客様へのサプライズで店頭に立つことになっています。私はカミュさんとかき氷の担当です。私が氷を削り、カミュさんが味付けをすることになったのですが、色とりどりのシロップがふんだんにかけられ、たっぷりとソフトクリームが乗っています。その上にさらに練乳までかけるのですが、カロリーが心配になるほど甘そうなカミュさんの特製かき氷は予想に反して飛ぶように売れていきます。ニーズに合っていたということでしょうか。普段甘いものを食べない私も惹かれてしまうほど、皆さんいい表情をされています。笑顔とは人の心を幸せにする力を持っていますね。皆さん、私たちスタイリッシュのステージ楽しんでいただけていますか？ここのところレッスン続きで室内にいることが多かったので、すがすがしい気分です。やはりライブでかく汗はとても心地いいものですね。通り過ぎる風を肌で感じながら歌えるのも野外ならではの醍醐味です。ありのままの私たちのパフォーマンスを堪能していただけているのではないでしょうか。でも私たちの本気はこんなものではありません。ライブは続きます。嫌なことはここに置いていくくらいの気持ちで、私たちと一緒にとことん楽しみましょう。さあ、行きますよ。